ち上がりをご覧いただきますが、ゴンサレスの素晴らしいピッチングでスタートしました。上々の滑り出しを見せてガッツポーズでベンチに戻りました。3回アメリカはチャンスを迎えました。しかし1番のマジーを三振に打ち取りました。見逃し。3回の裏のキューバ、アメリカの先発はゲリット・コール。ランナー1塁の場面でバントを仕掛けてきました。そしてここで止まります。4番のデスパイネを、これは小宮山さん見事な併殺だったですね。 そして4回の裏もキューバは2アウトから2本のヒットでチャンスをつかみました。ラストバッターのボロトに対してのゲリット・コール、これはレフトの見事なファインプレーです。レフトのスプリンガー今日は守りで貢献しました。キューバ6回、ここもチャンスがありました。しかしもう1本が出ません。この三塁盗塁、これをアメリカのキャッチャー見事にロドリゲスが刺しました。そして8回2アウトから1番のマジーがライトスタンドに持っていった均衡を破るソロホームラン。ここから佐々木さん、試合は激しく動き出したんですね。そうですね、はい、その裏8回の裏デスパイネがライトスタンドに同点ホームランを打って1対1。1対1の同点で9回、アメリカはチャンスを使いました。ランナー2人を置きますが、渾身のピッチングのゴンサレス9回まで投げ切ります。一方のアメリカの9回の裏、まずモレホンの2塁打、キューバがチャンスを使います。さらにボロトがフォアボール、マルティンがフォアボールでノーアウト満塁。ここでファーストのニック・ラミレスをマウンドに送って、なんとこれがピッチャーゴロ。小宮山さん、この思い切った作戦ね、もう本当ここしかないというところでしたからね、もう素晴らしかったですね。オリベイラをセンターフライ、まさにミラクルな継投でした。タイブレークの延長戦10回の表、アメリカのチャンス、スプリンガーの当たりがセカンドゴロ、これで併殺が取れません。アメリカ1点取りました。2対1、さらに3塁でラミレス、バットを折ってファースト強襲のヒットになりました。これで3対1、2点リード。延長10回の裏、タイブレークシステムでランナーが2人いて、ワンアウト1、3塁で4番のデスパイネ、最後を締めくくった劇的な逆転サヨナラホームラン。キューバこれで2回目の優勝を飾りました。本当に劇的な絵に描いたようなサヨナラスリーランホームランでした。というハイライトを振り返ってご覧いただきました。喜びのキューバの選手たちが今記念撮影を行っているところです。さあ小宮山さん、最後にこの大会全体を通じての、これ小宮山さんの印象ですとか、はい、お話しいただけますでしょうか。そうですね、学生特に、日本チーム中心に見させてもらったので、はい、
その日本チームの彼らのこれからの可能性ですよね、そういうものをものすごく